俺の名前は元諏訪秀樹。今度の誕生日が来たら19、今は18歳。この春上京して大学生になる予定。そう、晴れて大学生だったんだけど、落ちた、滑った、浪人だ。こうなったら予備校だ。予備校行って勉強して来年こそ受かってみせる。そうだ、どうせ行くなら東京だ。志望校は東京なんだからな。な、よーし、俺は東京行くぞ。やっと着いた。さすが東京、どこ行っても人多いな。アパートは？目的地までは約45分です。池袋で乗り換えて、それから。パソコンだ。俺実物初めて見たよ。あ、世の中最近 IT とかインターネットとかなんかいろいろ発達してものすごく便利になってるらしい。中でも一番すごいのはこのパソコンだ。人間そっくりに作ってあって、俺はよく知らないんだけど、なんかいろんなことができるらしい。くぅ、俺んとこ田舎で誰もパソコンなんて持ってなかったからな。いいな、いいな、パソコン欲しいな、欲しいな。こんなん買えるわけやねえ。パフォーマンス？なんだろうあれ。春だからな。ママ、利用しちゃいけません。なはははは。恥ずかしかった。独り言言うくせ直さないと。なんせ今まで周り牛とか馬ばっかだったから。
けどパソコンって本当人間そっくりなんだな。おまけにすっげえ可愛かったし。でもまあ高すぎるよな。世間様はあれでオッケーなのか。つうか都会はみんな金持ちってこと。金欠浪人生は買うなってこと。そうなのか。くそー、俺だって欲しいよパソコン。したいよメール。見たいよインターネットのエロサイト。エロなあ。いや、あのそのこれは、こんな綺麗な人の前でなんてこと。あ、そうだ、俺アパート探してたんです。あのご存知ありませんか。ガブ城ヶ崎って変な名前の。ここがそうです。ああ、ここがガブ城ヶ崎。ああ、ここが、元諏訪秀樹さんですよね。はい。私管理人の日比谷千歳です。ここです。はい。水道もガスもすぐ使えます。ブレーカーはこの上です。狭つってもしょうがねえよな。月2万ちょっとじゃ。送ってこられた荷物お部屋に入れておきましたけど、よかったかしら。はい、ありがとうございます。あ、でもすっげー重たかったですよね、こんな段ボールいっぱい。すいませんでした。いいえ、運んでくださったのは辛坊さんですから。辛坊さん、もうそろそろ帰ってらっしゃるんじゃないかしら。お隣の204号室の方です。そうですか、後で礼言っとかなきゃ。じゃ、これからよろしくお願いします。こちらこそです。あ、はい、あ、はい。本当に綺麗な管理人さんだったな。101号室に住んでるっつってたけど、あんな人がいるアパートに住めるなんて俺ラッキーかも。お、はーい、ひょっとして管理人さんか。はい。お、あ、悪い悪い、驚かしちゃったか。あ、あの、はじめまして、俺辛坊ひろむ、隣の204号室の住人だよ。ああ、この荷物運んでくれた。そうそう。なあ辛坊さん、ありがとうございました。辛坊でいいよ、敬語はやめようぜ。いくつ年。あ、18。同じじゃん。18。んでもって来週から赤予備校通うんだろ。俺もなんだよ。お口組。え、本当か。マジマジ、よろしくな。おお。で、これなんだ。ああ、俺のパソコン。ちっちゃい。モバイルだからな。へえ。挨拶だ。あ、つももです、よろしくです。すげー、すっげー。なんだ、リアクションでかいな。モバイル持ってないのか。つうか、パソコン自体持ってねえんだよ。そりゃ今時珍しいな。それに俺、買っても全然わかんねえし。んなもん、スイッチ入れりゃ動くさ。あとは OS が勝手になんとかしてくれるよ。よく知ってるな、詳しいんだ。普通に。やっぱいいか、パソコン。そりゃあ、スモモで電話もかけられるし、メールは取れるし。くぅー、インターネットも。うん、もちエロサイトもな。そうか、エロサイトもか。基本だろエロサイトは。エロサイト、エロサイ。温めますか。は、はい。かしこまりました。出来上がりましたらお呼びしますので、おかけになってお待ちください。は、はい。ありがとうございました。けどパソコンってほんとすごいんだな。レジも売ってたよ。シンボのはスモモっつったっけ。あんなちっこいのもあんだな。電話もかけられるって言ってたし、いいよな。でも欲しいけど高えもんな。それに俺今時パソコンのパの字も知らないし、だいたい何していいかわかんねえ。まあエロサイトは見るけど。はあ、いいなパソコン。
せっかく人型してんだから、こう、めちゃくちゃ可愛いやつ落っこちてねえかな。なきゃねえか。殺人か、殺人なのか、殺人なんですか。なんだ、東京引っ越してその日に事件に巻き込まれるのか。こういう時はどうするんだ。まずなんだ、警察か、救急車か。あの耳、あれ確か今日駅前の電気屋で見たのと同じ。ああ、なんだよ、脅かすなよ。猟奇殺人かなんかかと思ったじゃねえかよ。まったく、はあ、早いとこ帰って部屋の片付けでもやるかな。待てよ、これはパソコンでもって、ここはゴミ捨て場ってことはこれゴミなんだよな。つうことはこれ俺がもらってもいいんだよな。なつうかやっぱ産業廃棄物っつうの少ない方がいいよな。ダイオキシンとか出ちゃうわけだし、 CO2 もオゾンホールだし。あれ重いな。これがパソコンの重みか。死ぬこと重い。パソコンってこんなに重いものだったんだ。そうか、立ち上げが重いとか楽ってこのことか。シンボのはサクサクとか言ってたけど、やっぱモバイルって軽いんだ。はあ、しかしこうして見ても人間の女の子と変わんねえな。綺麗だし柔らかいし。あっ、つかまだ新品なんじゃねえのこれ。新機種出て捨てたのかな。もったいねえよな。俺がちゃんと使ってやるからな。さて早速使うぞ。なんだっけ、シンボはスイッチを押したら動くって言ってたよな。スイッチどこ、わからん。ああ、どこなんだスイッチは。もう押すとこなんて残ってないからな。ここもとりあえず突起物は全部押したぞ。全部。まさかこの奥。だからそんなことあるわけないだろう。でもまだ押してないのはそこくらい。俺はやらしいこと考えてんじゃないぞ。動かないと困るんだ。動かないと。そうだよ。なあ。
何？チー、何か、それ、お前の名前か？チー、あ、なんなんだ、どうなってんだ。パソコンなんとか動いたみたいなんだけど、チーしか言わなくて、裸で、でもってすっげえ可愛くて。チー、あ、ある、見たことあるよ、こういうの。拾ったり転がり込んだりしてくる女の子がすっげー可愛くて、不思議な力とかがあって万能で、おまけに同居してる野郎にラブラブで、もういろいろしてくれるわけだよ。料理も掃除もあっち方面も。やっぱ俺ラッキーか。な、あ、アイ、あ、シンボだけど風呂行かね。俺いつも近所の健康センター系の銭湯行ってんだけど、ほらここのアパート風呂ねえじゃん。お、わかった、すぐ出れっか。今開けるって、裸ー。当たり前だろ、風呂入るんだから。それとも何か、もしかしてお前海パンじゃなきゃダメなやつ？チー、あ、いや、なんでもないんだ。まずいだろ、この状況はまずすぎるだろ。シッ、服、服、中服、着るもの、ない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 、あ、ちゃんと段ボールに中身何入ってるかガイド君だった。あ、タオルか。んでもとりあえず。チュー、な、なんか余計にエッチだな。おい、まだ？もっとなんか着せるもん、着せるもん。違う。どうした、この道具探すのに手間取ってんのか？そうじゃなくて。手伝おうか。いや、大丈夫。遠慮すんなって。あれ、鍵置いてんじゃん。あ、鍵かけんの忘れてた。とりあえずこの子をどっかに隠し、ナイス。入んぞ。うわ、なんだよ、部屋めちゃくちゃじゃんか。そんなに焦んなくても、銭湯は12時までやってんだから。あ、どうした、鼻血出てんぞ。大丈夫大丈夫、ちょっと転んだだけだから。そうか、でもこれじゃシャンプーとか探すの無理だろう。俺の貸すぜ。あ、ありがとう。タオルは？タオルはあった。あ、いや、あったんだけど今使用中で。なんだそれ。気にしない気にしない、こっちの話。まあいいや、俺は部屋にいるから、用意できたら声かけてくれよ。おう、分かった、すぐ行くよ。じゃ。チあのさ。何何してんの。いやいや、またあの転んじゃって。大丈夫かよ。チー、な、なんのよ。うん、着替えとかなかったら最悪貸すけど。チー、だ、大丈夫大丈夫、持ってきてるから。すぐ行くから部屋で待っててくれ。な、な。分かった。で、え、言い忘れたんだけど。何よ、脅かすなよ。悪い悪い。で、おう、あ、風呂代400円だから、サウナとか入んだったらプラス300円。そっか、分かった、ありがとう。チッ、はあ、疲れた。チッ、でっ、ここでじっとしててな。チッ、あのな、シンボ、いい加減に。で、管理人さん。あ、な、なんですか。これ、きんぴらなんですけど、お嫌いじゃなかったら。え、俺にすか。はい。なあ、ありがとうございます。ちょっと作りすぎちゃって、ご迷惑でなければ。ご迷惑だなんて、とんでもないっす。全然 OK っす。よかった。今度また何か美味しくできたら持ってきますね。マジっすか。え、こんなものでよければ。くー、すっげー嬉しいです、ありがとうございます。助かります。チー、感動です。チー、最高です。もう、あ、チー、あらあら。いや、違うんです、あれパソコンなんです。かわいいパソコンさんですわね。いや、パソコンだから、その。じゃ、元諏訪さん、パソコンさん、おやすみなさい。チーン。
管理人さん、絶対変態だと思われた。パソコンを裸にして喜んでると思われた。うまい。え、風呂屋行かない？どうして？悪い、やっぱ今日中に部屋の中片付けたくてさ。そっか、まあしょうがねえな。ほんと悪い。いいよ、そんな気にすんなよ。ベリーバス。ち、何焦ってんだ俺。相手はパソコンなんだ。落ち着け俺、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 落ち着け。なあ、ち、ちしか言えないのか。ち、やっぱゴミ捨て場にあったパソコンだからかな。どっか壊れてるんじゃないよな。中をすんなよ。また捨てられるって思ってんのか。せっかく拾ったんだ、ちゃんと使うって。でも本当に可愛いな。スベスベだし、あったかいし、この耳がなきゃ普通の女の子だよな。胸も柔らか。パソコン拾うなんて俺って超ラッキー。ちーちー。でもちーしか言わねえんだよな。どっか壊れてんのかな。俺じゃ全然わかんねえし。ちー。 But don't worry、 シンボに紹介してもらったパソコンに詳しいってやつのとこに行けば何かわかるかも。ちー。ちょびっつ、次回ちー出かける。え、ネット上の都市伝説って。